アメリカテレビションはペルーのテレビネットワークである。1958年に開始され、ペルーのテレビに次いで2番目に古いチャンネルであり、同時に国内初の商業チャンネルでもあります。エル・コメルシオの新聞社が70%、ラリパブリカが残りの30%で構成されているプルーラル、TV グループに属します。アメリカテレビションの起源は1942年に、 遡り、民間資本の最初の無線ネットワークである、コンパニオペラワナぎラジオディフュージョン、SA の所有者は、ジョーシボリバー、ジャーゲカルコビック、アントニオ・アンブルトからである。鎖を象徴して、ラジオリマ、ラジオアメリカ、ラジオカヤオ、ラジオフローレス、ラジオゴイカチェイヤ、ラジオデルカル、ユニバーサルラジオ、アレキパラジオコンチネンタル、ワンカイオラジオ、 ラジオラジオワヌコとクスコが集結し形成された。当時のモットーは南太平洋沿岸で最も強力なラジオ組織でネットワークの主要ステーションはラジオリマとラジオアメリカであった。2016年から2018年に使用された HD 信号のロゴバランコにあるアメリカテレビジョンのエストデオ4の外観。映画の初演中の特派員2018年。アメリカテレビジョンは 国内及び国際的な番組を放送しています。アメリカテレビジョンは近年、ジャンクテレビとして知られているグリルでのプログラミングに対する批評家の目で見られた。このチャンネルは物議を醸すコンピテンシープログラムである番組を放送しており2015年2月、ジャンクテレビに対する更新が開催された。抗議者が石を投げ、サンタビアトリス本部の一つを壊した。 ありがとうございます。